広島県初の野菜ソムリエ上級プロ、育った命は余すことなくいただきます、花井彩美さんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週のテーマは少ない食材で満腹レシピとなっています。今日使う食材はこれだけです。キャベツ、豚肉、白滝ということ で、はい、いいですね、非常にシンプル、さっぱりとしますね、はい、優しいですね、はいはい、こちらを作ります。ただ食べ応えはすごいんですよ ね、うん、でもね、キャベツと白滝とボリューミー食べ、そうそうそう、でもね、ボリボリこれいけるんですね。ボリボリいける、はい、ボリ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 どっち、はい、両方ですね、両方ボリボリもモリモリもいけますので、はい、ぜひ皆さんも作ってみてください、はい、さあ、それではクッキングスタートです。じゃあまずね、はい、これからほんと旬のね、甘くなるキャベツですね、はい、で今日ね、あの半個を2人分ですよ、うん、はい、はい、で、あのキャベツですけど、うん、ここの一番この硬い部分ね、そこのとこですね、うん、ここだけあの取りましょうか、はい、ね、こうしてね、これだけでいいんですか。これだけで、あとは全部食べますよ。食べちゃう、でね、はい、あ、そうですね、で、ここがね、とっても甘くて美味しいので、はい、ぜひ食べていただきたいんですね、ここをね、うん、ここ捨ててる人多いでしょう。あ、もったいないですね、一番美味しいとこなのに。何ですか。そう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 、野菜ソムリエ上級プロはここを食べる。そうですね、うん、で、ここね、はい、まずここをこう切ってですね、はい、で、ここね、硬いの で、 硬いですね、ちょっとこうスライスしましょう、こういう風にね、うん、で、こうすればもう全然平気ですからね、で、こういう風にね、いいですか、はい、いいですね、はい、でこれでスライスすればいいわけですね。いいですね、はい、うん、で、あとはもうね、ザコザコと切っていきましょうね、うん、で、今日ね、大きめに切りますよ、大きめに、大きめに、はいはい、ボール入れていきましょうね、はい、で、あの、このもうちょっとね、こう、あの、太いとこありますけど、もうあの、はい、全然大丈夫なのでいきますね。で、これで、ね、手であのちぎられてもいいんですよね、うん、手でちぎった方が、はい、あの、こうあの切り目がね、ザコ、うん、あのこうギザギザで味がよく染みますからね、うん、あ、じゃあ時間に余裕がある時には包丁じゃなくて、うん、ね、はい、芯だけこう包丁で切って、ね、はい、他の葉っぱのところは手で切る方がいい、うん、そうですね、はいはい、これでもあの半個分ですね、はい、はい、できました。はい、はい、でですね、ちょっと次に、はい、白滝をいきますね、はい、はい、で、白滝なんですけどね、はい、こちらの方をあの下茹でしますね、はい、はい、で、これサッとでね、もう30秒ぐらいでいいので、はい、はい、ちょっと湯がいていきましょうね。で、この白滝ってね、カロリーないでしょ。まあ、そうですね、そうですね、カロリーないですね。おかずのボリュームをね、出すときにはもうこれ抜群にいいんですよ。あ、で、こうたくさん食べた気になるでしょ。なります、なります、そうそうそう、満腹感もあります、そうそうそう、はい、ぜひこれをね、あの、うん、今日活かしましょうね。じゃあ今日は非常にヘルシーでもある、いいですね、はい、あ、もちもちいいかな。あ、もういいですか。はい、いいですね、はい、じゃあこれをあげましょうか。はい、はい、置いておきましょうか、うん、そうですね、はい、暑いですからね、よいしょっと、ほい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 、よいしょ、はい、ね、はいはい、これで、うん、アクも臭みも消えるわけです ね、 いいですね、はい、で、こちらちょっとね、の長いラーメン状なので、はい、これちょっとね、あの、切りましょうね。切りますか。大丈夫かな、はい、はい、OK ですね。ちょっと暑いですが、暑いでしょう、ちょっと、はい、我慢しますね。我慢、はい、我慢でいけるもんですか、こういうの、はい、はい、気合でね、はい、はい、持たなくても切れますね。そうそうそう、ね、これぐらいでもいいかな。これでいいですね、はい、で、これをですね、はい、ボウルに、はい、また水気を切っておかれてね、そうそう、しましょうね、いきますよ、うんうん、いきますよ、大丈夫ですか、よいしょ、はい、ちちちち、はい、いいよ、あ、ちちちち、よしですね、はい、OK です。白滝一つで楽しそうですね。青山さんも、はい、はい、じゃ、これできましたね、で、はい、これで、今材料が揃いました、はい、で、今ね、フライパンにも油を敷いてますので、はい、まず今日ですね、はい、はい、お肉ですね。で、これ牛バラのバラ肉もね、あの、切ってますね、はい、今日は豚バラ肉使います。 150g です。あ、今、あ、私今牛って言いましたね。今さりげなく訂正したんじゃないですか。牛って言ったと、僕はさりげなく豚バラ肉って言ったわけじゃないですか。そこ言い直さなくても、もう正直者ですからね。正直者だから、もう本当に、まあ、言わなきゃいいものを、もう常々いつでもフォローするように心がけてますんで、はい、大丈夫ですよ、何言っても。今年も一年ありがとうございました。ありがとうございました。本当にいろいろお気遣いをいただきまして、はい、はい、で、こちらの方ね、うん、あの、ちょっと色が変わったらいいので、はい、うん、はい、もちもちいいかな。豚バラとキャベツって相性良さそうですね。いいですよ、うん、でこういう時はやっぱ豚ですね、うん、で、豚肉ってね、栄養もあって、うん、お安くってね、いいですね。はい、もちもちいきましょうか。いいですか、はい、これぐらい色が変わってきたら、はい、OK です。でも全部いくんですか。どさってきますよ、はい、もういきましょう。で、これ多いように見えますが、はい、これから火が入ると、はい、かさは減りますんでね、
で、ここなんですけど、ちょっとね、ザコッと、ザコッと、ザコッと混ぜ合わせてですね、はい、はい、で、こう中火にしまして、はい、今日の楽技、はい、はい、で、ここでずっと、混ぜないで蓋をします、はい、ね、で蓋をして、うん、ここで蒸し焼きにします。おー、なるほど。でそうするともうこれ中火ですよ、はい、ただもうその水分が出てしんなりしてくれますん で、はい、でこれによってキャベツのね、あの甘みが芯から出る、うん、へえ、ね、ぜひ この方法でいってくださいね。はい、蒸し焼きにしてください、はい、で大体ね5分ぐらいかな。5分ぐらい、はい、はい、でそうしますとですね、でこういうふうに、はい、こういうふうにほらしんなりね、減ってしまして、うん、でこうなんかこうキャベツの甘い匂いがしません？あー、キャベツのいい香りがします ね。いいですよね。これがだから芯も入れてるけど、はい、甘みもいっぱい出てる。いっぱいですね、はい、でこちらの方に白滝を足していきましょうか。はい、もう白滝入れていいですよ、はい、いいですよ、はい、で白滝ももうね、軽くも湯がいてますので、そんなにガンガンに火を通すこともないの で混ぜ合わせますね、はい、でこちらでもうね調味料に行くんですけど、今日ちょっとねキャベツが、ね、ちっちゃかったんですよ。ほう、うん、はい、だもんですからレシピに書いてある分量よりもちょっと控えめにします、はい、で今出ましたね、醤油大さじ6、はい、みりん大さじ6、そうそうそう、白だし大さじ2で、あくまでもレシピは、はい、目安ですんでね、うん、この材料によってちょっと加減をね、はい、してもらいましょうね。だからこれ今大さじ6なんですけど、はい、ちょっと控えめにいきましょうか。で足らなかったらね後から足してもらってもいいですから、はい、はい、でこれはみりんですね。みりんもちょっと大さじ4ぐらいでいきましょうか、ね、なるほど、はい、これだからキャベツの量に対してコントロールしてくださいと、はいはい、大体この比率を覚えておけばいいわけですね。そうですね、はい、はい、でやっぱりた多すぎるものは後から減らせないので、うんうん、で少なければ後からね出せますので、ね、なので白だし1に対し醤油とみりんが3と覚えておけばいいですね、はい、そうですね、はい、はい、その通りですね。で大体これで混ざり合いましたで、はい、で今日ね最後のね、はい、味のポイントです、はい、ここです、はい、これです、こちらです、はい、和がらし和がらしこれなんですよ、はい、これをね加えることによって小さじ2の和がらしにただの炒め物が、はいはい、スーパーになる。ただの炒め物がスーパーになる。スーパー、炒め物になりますね。スーパー炒め物になる、はい、おでこちらのからしに、なかなか面白いことを言いますね。そうですか、今まだあそこにあるのはただの炒め物なんですね。そうなんですよ、これがなんと今からスーパー炒め物に変身すると。そうなんですよ、そんないやいやいや、そんなロボットアニメみたいな変化の仕方なんですか。いや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 、ほらスーパー炒め物に、でもこのからしの香りね、あ、いいですね、これがもう加わるとね、仕上げにからし醤油なんですね。そうなんですよ、でこれでねもうバコバコいけるんですよ、はい、はい、今入りました、入りました、でこれほらスーパーになりましたよ、スーパーに、まあ、見た目はほぼ変わってないですけど味はもう劇的に変わってるわけですね。でも香りもねちょっと変わるでしょ、いい、はい、食欲そそられます、でしょう、これできましたね、はい、OK です。さあ、それでは盛り付けていきましょう、はい、はい、行きましょう、はい、こっちもできましょうか、うん、そうですね、すいません、はい、行きますよ。でこれね、こうすると、うん、お汁残るでしょ、はい、でこれ旨味が全部出てますんで、うん、これで豚丼をされたりね、あー、うん、いいですね、決して捨てないで、もったいないんで、うん、活用してくださいね、はい、あ、でも本当からし醤油のいい香りがする。ちょっと お肉、ちょっとこれ、ちょっといいですか、泉水さんにあげなきゃいけない、何でしょう、お皿から戻されるとすごい寂しい気持ちになりますけどじゃあキャベツを潜水さん、ここまでは食べないでしょそうですか、まあ、割とたっぷり残ってますよそうですか、はい、あと美味しいんだもの、はい、はい、OK です、いいですか、はい、お肉が見えるかな、はい、はい、ね、はい、はい、はい、完成です、あ、いいですね、はい、はい、白滝も美味しそう、はい、できました、こちらでキャベツと白滝のボリューム炒め完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日使ったメイン食材はキャベツと豚肉と白滝でした。そのキャベツは芯まで丸ごと余すことなく使います。芯はじっくり火を通すことで甘みが引き立ち美味しくいただけるんですね。そして炒めるときには蓋をして蒸し焼きにしてください。こうすると食材に火がしっかり入ってより美味しく素材の味を楽しめます。簡単で食べ応えのあるキャベツと白滝のボリューム炒め、ぜひ作ってみてください。さあ、泉水さん、どうぞ召し上がりください、はい、はい、いただきます。これが単なる炒め物ではない、スーパー炒めということですね、ちょっと芯をいただきます。あ、いきなりキャベツの芯、はい、
あ、でも香りが普通じゃないかも。でしょう、スーパーですから、はい、もうスーパーでした。美味しい。本当だ、和がらしによってちょっとこう風味が変わるし、はい、うん、大人風になるし、うん、芯が甘い、うん、ああいうちょっと醤油のね2段階の使い方ってあるんですね。最初に下味入れといて別にからし醤油で仕上げるっていう、うん、はいはい、うん、そこがスーパーです。スーパーですね、うん、これは量いけますね。でしょ、いけるでしょ、はい、ね、飽きが来ない。そう、確かにあのもりもりね、今日の材料でこれ2人分ですもんね。そうです、うん、はい、はい、ぜひ皆さんもね試してみてください。さあ来週は芯からポカポカあったかスープ料理というテーマで、月曜日は韓国料理のチョンさんにチョンさんちの具沢山スープを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。花井さん、どうもありがとうございました。